奥田中学校前駅は、富山県富山市永楽町にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C29。富山高線の富山ライトレールへの経営館に、あたっては、当初より複数の新駅を設置することが計画されていたが、2003年11月27日の、富山市議会建設委員会における、富山高線路面電車加検討委員会の、 中間報告においては、富山市営楽町付近等に新駅を設置することが提案された。これによって事業計画は進められ、2005年2月18日に富山ライトレールは国土交通省より新駅設置の認可を受け、2006年4月29日の富山ライトレール富山高線の開業とともに当駅が新設された。 当駅等を含む新駅の開業によりそれまで、富山高線の駅間距離は平均888メートルであったが、富山ライトレールへの移管開業後は546メートルとなり、土井安市販はこれを利用者が駅に一層アクセスしやすくなる施策と評価している。富山市は平洋軌道区間であって、交通量が多く、ダイヤが乱れる要因となっている。 東駅インテック本社前停留場間の一部伏線化や、同区間における、永楽町停留場の新設を決定しており、国土交通省はこれらの事業を2015年12月7日付をもって認定し、富山市等に対してその特許を与えている。永楽町停留場の新設は2021年3月21日に実現している。相対式ホーム2面2線の地上駅である。 当駅ホームより、富山駅北停留場方面に、鉄器分解点が存在し、当駅が、富山ライトレールと山高線における鉄道と軌道の境界となっているため、当駅岩瀬浜駅間は、鉄道事業法的用区間であり、当駅と山駅北停留場間は、軌道法的用区間である。また、当駅においては、線路上に、地上市が整備されており、 富山ライトレールと山高線においてはこの地上市が電車内の車上市と電気的通信を行うことにより列車の検知を行っている。ホームは低床ホームとなっており旅客和や等の設備が設けられている。富山ライトレールと山高線の各駅及び各停留場においては各電停の旅客和や壁面を個性化壁と称して 駅周辺の文化や歴史を伝える衣装を施しているが、当駅においては西田茂がデザインを手掛け、富山薬学専門学校がモチーフとなったイメージグラフィックが掲出されている。当駅における個性化壁の共産企業は東和薬品である。また、当駅と流国富山高校前停留場の直前までは伏線となっている。 近年の1日平均上高人員は以下の通り、ありがとうございます。